Alright, what's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。ヒットマンコードネーム47。今回ついに、ターゲットを暗殺していくんですが、はい、終わりです。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回のヒットマンでお会いしましょう。っていうのは嘘でですね、まあ、あれでターゲットの暗殺自体終わりなんですけど、もう一つしなくちゃいけないことがあって、爆破しないといけないんですよね。この基地全体を。で、それをやっていくわけなんですが、まあ、ターゲットの暗殺方法としましては、あれがおそらく最速かなと思います。もう開始速攻スナイパーライフルで、頭打ち抜いておしまい。で、あれね、正確に頭狙ってください。でもしあれが頭に入らず、まあ、ボディとかだったら彼死なないので、彼が死ななかった場合、打ち返してくるんですよ。でもう銃撃戦になっちゃうから、必ず頭一発で仕留めるように、お願いします。まあ、皆さん、もしこのゲームやられる場合はね、多分ほとんどの人はやらないと思うけど古いしなさあでまあこう削除に進んでいくわけですよ。ちょっとまあ入り口があるので入り口が出てきたら入る。で今回脱出には飛行機を使いということなんで、最後はその飛行機の場所もお見せしていく形になるんですが、ずーっとこれ進んでいくとね、家がありますんで、はい、でここに行くと邪魔者がいるので、あばよベイベー。まあ、ナイフでシュポンって倒しちゃってもいいです。気絶がないので殺害しまして、服装を奪う。で、扉を出るともう一人下にいるんで、こいつが邪魔なんでね、シュポン。でもう一人いるんですよ、上に。で、これも絶対見つかるんですが、なんていうかな、その見つかるのは見つかるけど、攻撃してくるタイプの見つかるじゃない。意味わかります？その、47が彼を殺してるところを見られたら銃撃されるんですけど、今のシーンは、47が彼を殺したシーンは見られてなくて、その殺したことによってバタって倒れたじゃないですか、その体、ボディが。で、その倒れたボディを上から発見されたから、上の護衛が確認しに来たっていう流れなんで、銃撃戦にはならないです。はい。で、これがさっき殺したターゲットなんですが、ここに爆弾があるので、これを拾うと。で、必ず閉まってね。Out of my way, moron. で、まあ、警備とかはガバガバなんですけど、まあまあ、あまり気にせずに。で、今からまた歩いてって、次の目標地点に向かいます。このコードネーム47の何がめんどくさいかっていうと、このゲーム。このゲームね、遠くがあんまり見えないんですよ。だから、その、建物を探すときとか、次の目標地点探すときに、結構ね、その遠くが見えないから、結構くまなく探索しないと、どこに何があるかがわからん。まあ、地図はあるんですけど、どこに何があるかわからんっていう、遠くがあまりにも見えなさすぎて、それがね、まあめんどくさいなっていうところなんですが、はい。で、まあ敵兵たくさんいるんですけど、ここにさっきのあれをセットすると、ポチッとにゃ、すんごい堂々と置いてるやろ最新のヒットマンとかやったら、その取り付ける位置とかによっては敵にバレちゃったりね、カチャってうまいことつけたりする必要があって面白いんですけど、もうこの時代のヒットマンは爆弾を設置するというか、もうただ置いてるだけポンって置くだけ。で、もう設置終わったんで、
全然遠くの建物とかがね見えないでしょ。で、どこやったっけ？でもね、分かりにくいよ、ほんと。あ、これや。違うな。飛行機のエリアがあるはずなんだよ。ちょっと待ってくださいね。これがさっきターゲット暗殺した建物だから、あ、これか、これ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 です。確実にこれ。はい、というわけでね、ご視聴ありがとうございました。また次のコードの M4G7 でお会いしましょう。最後は、爆発させて脱出して終わりです。じゃあピースアウト。